アロハ、皆さん、こんばんは。皆さんはね、なぜ私がこうして焚き火動画を毎日毎日上げてるのかなって思われますでしょうか。私もね、なぜね、こんなことをやってるのか、ちょっとよくわからないんですけれども、まあ、とりあえず、やり始めたからにはやろうかなと思って毎日やってるわけなんですけれども、ある日ね、まあ私は365日ただ好きだから、こうして毎晩焚き火をしてるんですけれども、まあ焚き火をしてることだし、何年も前にね、とても衝撃的な印象を受けたテレビ番組で見たデンマークのね、焚き火じゃないわ暖炉の炎かな、をもう一日中それだけかけてる国営放送みたいなドキュメンタリーを見てね、衝撃を受けたのを思い出して、まあ、これを動画にしてみたらいいかなと思ってやり始めたんですよね。私は別にね、こうして SNS もそうなんですけども、友達が欲しいからやってるとか、なんかこう出会いを探すためにやってるとか、ね、それで生計を立てたいとか、そういうのは全然なくて、もうリアルの世界でお友達はもう十分いますし、うん、お金にもね、困ってるわけでもね、ありがたいことにないですしね、有名になりたいっていうわけでもないんですよ。有名にはね、できたらなりたくないんですね、私本当に。なろうと思えばね、もしかしたらもう全国放送のテレビに出る機会はあったのでね、でもそういうのは嫌なんですよね。私はあんまり有名にはなりたくないですね。だからそういう野望があるわけでもないんですけども、何なんでしょうね。自己満足ですかね。はい。でも毎日ね、見てくださっている方がいらっしゃって、コメントもいただけてね、もう本当に嬉しいですね。それはもう何て言うんだろう、こう私の生きがいの一部になってるというか、なんかとてもこういうつながりっていうのもなんかとても嬉しいものがありますね。はい、とても感謝しています。今日もこうしてね、どこの誰かは私も存じ上げませんが、この地球のどこかでこの動画を見てくださっている人がいるっていうことにね、私はちょっと、なんか感慨深いものを感じていますね。やっぱりなんて言うんだろう、まあ、テクノロジーのおかげというかね、ネットの世界でこういうふうなつながりというか、情報伝達コミュニケーション手段があって、こうして皆さんとね、こういった形でつながれるっていうのは非常に面白いなというか、楽しいというかね、なんか面白いですね。私は特に毎日とてもシンプルで原始的な生活をしているので、なんかこういったつながりもなんかすごく新鮮というか、毎日の楽しみでもありますね。はい、ということで皆さん、こんな拙い非常にローテクで地味な動画を毎日上げてるわけなんですけども、ご視聴いただきまして本当にどうもありがとうございます。コメントもね、温かいメッセージくださる皆さん本当に感謝しています。ありがとうございます。2月にね、始めたんですけれども、2月の末の時点でね、26名様の
フォロワーさんがいらっしゃったんですね。あのフォロワーフォローしている人の表示をしないというふうにすると、あのフォローしている相手にわからないようになっていると思うんですよね。だから26名の方が誰か私もあの今の時点では全く存じ上げていないんですけれども、もし1年後にまだこうしてね、あの地味でローテクなこの日本語も下手くそなこの申し訳がないんですけども、こんな私がまだ1年後まだ動画を上げてましたら、その際にはね、あのぜひ教えてください。2月にね、あのフォローしましたという人がもしいらっしゃって、1年後にね、あのまだ見てくださって、私もこうして動画を上げているとしたらどうか教えてください。はい、それでは今日も皆さんお疲れ様でした。また明日会いましょう。マハロー。